と今日は2級の <laughs> ライティングをやりましょう。これ新しく私が作った問題です。ちょっとね、えー、っと、少し長くなっちゃったかもしれません。<laughs> でも今チャット GPT に添削してもらったら、これちょっと簡単すぎるっていう感じだったんですけど、えー、っと2級はま、このレベルかなと思うので、まあ、これでいきます。じゃあ読んでいきましょうね、ここからね。Today, many buildings are built in ways that contribute to improving the environment これは環境にいいビルが増えてますって意味ね For example, making rooftop gardens これ屋上の庭ね、緑ね And getting rainwater for everyday use で、あと雨水を毎日使うやつのためにためておくみたいな <laughs> そうすると、えっと地下から水を えー、組んだりするからあと湖とか川から水を持ってきてそれ上流上水上水っていうのが上水してえー、っと浄水きれいにしてやるのにまあエネミーかかるでしょう。で、レインウォーターだったらそれほどかかんないからね。えー、っと、Do you believe that these environmentally friendly building designs will become more common in the future? こういうビルがえー。 将来、えっと、まあ、増えるでしょうかってわけですけども。じゃあ、えっと、書いていきましょうね。今ちょっと考えるので、間違って英語になるかもしれないけど、まあ、大体こんな感じで考えるのね。まず、そうですね。I think。これ、あのさ、賛成にしましょうね。I think。えっと、この <laughs> Environmentally friendly building designs。これをちょっとそのまま。Will become more common in the future。このまま取っちゃいましょうね。これコピーして。I think の後にね。 えっと、Environmentally friendly building designs will become more common in the future. で、これ、この次に、えっと、二つ理由があります。みたいな感じですね。I have two reasons. えっと、そして、ファーストから行きましょうか。ファースト。どんな理由があるかなまず。 <laughs> えっとそうですね地球温暖化があるからえー、っとまあ環境に優しいえグリーンを増やしてそれから水もあんまり使わないようにした方がいいかもしれないよねよくわかんないけど私もだそういうふうな地球温暖化があるからっていう、えー、そうですね一番いいのはそうねグローバルウォーミング これ覚えてるとがいいね。違うんだけど、グローバルウォーミング。ウォーミング is えー、っとね、あ、ビッグ。ビッグプロブラム。こんな感じこれだって、あれ字間違ったこんな感じ。えー、っと、ビッグプロブラム。えー、っとね、 So だから、w e s h u t e w i s h u l d do something to, ちょっと待って、この後これ使っちゃいましょうか。えー、っと、Making l o o p t o o f Got t h i Improving then, えっとこれ。 We should contribute to improving the environment. これこのもまま言っちゃおう。ここにあるからね。これね、難しい問題の方が簡単なんですよ。これ使えるからこれ,これを。えっと、そして、えっと、first global warming is a big problem, so we should do something to contribute to improving the environment. で、これ、もし、 足んなかったら後でこれつけたそうね。で、これセカンドにしようね。セカンド。えー、そしたら、うんとね。そうだね。水を、えっと、水道に、水道料金払わなくて使えるわけだから、あとそれからグリーンが植わってるってことは、例えば夏なんかは涼しいでしょ。だから、電気代が減るから、あ、これ安上がりだから。 そうだよね。セカンドえっと、そうですね。we don't have to spend a lot of money for the energy. これ、えっとね、エレクトリシティとかいろいろ言いたいんだけど、なんか、スペル間違えそうだから、こいつ、これにしましょうね。えっと、あ、これ、ちょ、っと待って、これなんか間違ってるって言われてる。ああ、なるほど。スペンドはね、フォーじゃなくてオンでした。<laughs> 間違ってた。オン、ね、エネジー。で、ザーつけなくてもいいって言われちゃった。まあ、つけても間違いじゃないんですけどね。まあ、これがいいでしょう。えっと、で、これ、フォーエグザンプルにしてみようか。ね。ここでフォーエグザンプルつけましょうか。エグ a ン p ルー、フォルエザンプル、えっとね、えー、そうですね、えー、っと、これガーデンってありましたよね、さっきね。えー、っと、これ、デザインする。ルーフトップガーデンズ。これ、ルーフトップ、フォルエザンプ例えば、えっと、ルーフ、ルーフトップガーデンズ。 ね、あ、うんと、あ、クールダウンザビューディング。ビュィンスペルマット間違ったね。ビューディング、えっと、えー、インサマーとかね。<laughs> さあ夏にはね。 ルフトップガーデンズがあると、これで、まあ、熱い光をはんあのな,んかなんか吸収するっていうわけじゃないでしょうけど、あ、水蒸気が上がったりするからかな。そうす少し涼しくなるもんね。えー、っと、で、これでいいんじゃないですかね。これ何個くらいになってるかな。ちょっと数えてみますか。じゃ一緒に数えようね。これ、えっと数字で数えるのもあの勉強なんで、ワン、ツーって数えていきましょうね。ワン、ツー、セーの。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、スリー、セブン、エイ、ナイン、テン、イレブン、トツー、サーティーン。

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, これ何だっけえっと、これ56ね、ここまで,でね。で、これで、えっと、for these two reasons、この2つの理由のために。for these two reasons、えっと、I

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72です。一見二級って何号だっけちょっと待ってね、今ね。一回止めら、あ、一回ちょっと止めら。えっとね、85から100号ですね。85から100号。 そういうことは、72号。もうちょっと足んないかもしんないけど、大きな減点にはならないから、こんなもんでいいんじゃないですかはい。これいいと思いますよ。こんなもんで。<laughs> どうなんでしょう。これちょっとね、日本語に訳してみるからで。正しい日本語だったら多分これ間違いないんですよね。じゃあね、ちょっと日本語に直してみますからね。えっと、ツールでちょっとドキュメントの翻訳、全部翻訳してみます。日本語に直してみますから。 どうなるでしょうか。はい。これ、日本語もじゃあ読んでいきましょうね。変な日本語があったら、そこ間違いですからね。いきましょう。これは問題から読んでいきましょうね。せーの。今日、多くの建物が環境改善に貢献する方法で建設され,建設されています。例えば、 例えば屋上庭園を作ったり雨水を生活用水として汲み取ったり将来的にはこうした環境に配慮したこうした環境に配慮した建築設計がより一般的になると思いますか今後、えー、環境に配慮した建築設計がより一般的になると思います理由は2つありますまず地球温暖化は大きな問題ですしたがって私たちは環境改善に貢献するために何かをする必要があります第二に、 エネルギーに多額のお金を費やす必要がありません。例えば、屋上店は夏に建物を涼しくします。これら2つの理由から環境に配慮した建築設計は今後はさらに一般的になるだろうと私は考えています。あ大きな間違いはなさそうですね。文法的にもこえ、これ、波線とか引かれてないからなさそうですしね。大丈夫だと思います。ちょっと待って。 えっとね、えー、あ、もう10分以上、これやってるんですけど、もうちょっとやらして。<laughs> これ、切れちゃうかもしれないけど。えっ、ー、とね、英語も一回音読しておきましょうよ。えっ、ー、とね、自分、私が書いたやつなんですけど、これ、行きましょう。1,2,3.I think environmentally friendly building designs will become more common in the future.I have two reasons.First, global warming. Is a big problem, so we should do something to contribute to improving the environment. Second, we don't have to spend a lot of money on energy. For example, rooftop gardens cool down the building in summer. For these two reasons, I believe environmentally friendly building designs will become more common in the future.